普通に生活してて、いきなりですね、テレビ関係の方とか芸能人とか芸能関係者に、まあ、必要にストーカーされた後に発症するようになったので、まあ、そういうことかなって。だから普通の方気をつけてほしいんですね。とっても悪いですから。私全く知り合いではないのに、ホワイトスキン以外は誰も知り合いいなかったのに、まあ、どうやら私がですね、あれやこれやしろと、まあ、あることないことですね、不倫したとかですね、もうものすごいインフラされて、インターネットもかいちゃんしてね、挙句の果てにはその例えばその殺人未遂な、元警察官の方にですね、殺人未遂をされた方を、被害届を出したいと言ったら、被害届は本人が出すものだと、あなたは出さなくていいみたいな言い方されたんですよね、権利がないと。だからまあ結局そうなんです。逆差別ってとっても進んでいて、もうほとんど日本人の方産まなくなっちゃったんですね。だからこんなにクロンボが増えて、病気が蔓延してしまったって。まあ、蔓延して困るのは自分たちなんですけれども、判断するの遅れますからね。まあ、そういうことですね。そしてですね、都心では大流行してもう3年目になりますけど、こうしたあれですね、なんかニュータイプの湿疹ですけれども、これは全くその変わってなくて、明治スラインとですね、このミニ受けグループで、多分これ情報を独占してきたから、テレビ関係とかですね、情報の発達っていうのは IT を除いてはですね、テレビ、フジテレビと TBS が牽引してきたもんで、その間にですね、いくらでもこういうことを発表する機会があったのに、どんどんその、白い肌の人と淘汰して、とうとうですね、ヒンディーとかですね、バカみたいに人口爆発を起こして、インザーシティっていう、インディアンザイオンシティが、シオニストシティがですね、成田エアポートの近くに誕生しましたけれども、そういうことで、あとそうです、だからこの件もですね、国分寺の着弾の件も明らかにおかしいと。今はなかったって言ってるんですね、責任多分負えないから、多分亡くなってる方いるんですね。